こんにちは、おもとの方面です。今回は10月24日25日の土日に行われる第94回三河おもと名品展のご案内をいたします。このおもとの展示会は現在まで続いている展示会の中で日本で最古の伝統と歴史を持つもので、おもとを愛した徳川家康公の故郷、 岡崎ににてて毎年秋に行っています場所は農協 JA さんの朝どり野菜や花を売っている岡崎農友館の催事場にて行いますほぼ半野外での開催で風は常に通り抜けて換気十分の場所ですいつもでしたら外のテントで私たちがお食事などを用意して お汁粉や赤飯、季節のものなどを少し食べながらゆっくりしていただいてたんですが、今回はそれらは取りやめにしました。じっくり心ゆくまでおと鑑賞を楽しんでください。展示おもとは地元をはじめ愛知だけではなく静岡、岐阜、三重、大阪、海外の委託出品も含めた熱心な愛好家の 厳選された120点の名品を集めて皆さんをお待ちしております。会員さんは初めてまだ1年の方から50年以上のベテランまで多くの方が参加されます。今回は NHK 趣味の園芸テキストで11月号に掲載されたディープなおもと日本の元祖ビザールプランツも展示いたします。 江戸時代、明治時代などの100年、200年の歴史を持つ名品から最新のおもとまで2000種もあるとも言われるおもとの世界を垣間見てください。鑑賞のポイントは芸、姿、形、それぞれに特徴があるので見てみてください。どれも作者が愛情を込めて作り上げてきた芸術品。 鉢や葉っぱには絶対に触らないようにしましょう。お近くの方や飛び入りも歓迎なので、ぜひ出品もお待ちしております。お元の即売、特価品、引っ越しお元、と錦鉢の販売なども行っていますので、そちらも楽しみにしていてください。最後に、ボランティアとご寄付大歓迎です。この 94年以上続くおもとの大会はおもとを愛した先人たちや今のおもと愛好家の協力があってこそ続けられることができました前日の金曜日からの設営と展示のお手伝い最終日の片付けおもと蜂お金のご,ご寄付など多くの方のおかげで日本の伝統園芸であるおもとが続けられていること 次の世代へも伝えていけること、感謝しております。